はいどうも、奥園内です。ベオネッタ初見実況パート2やっていきましょう。プロローグが、終わったのでチャプター1ようやく本編に入りたいと思いますので早速やっていきましょう。天使の住む町、情報によると最近ヨーロッパのブラックマーケットでとある富豪がどでかい宝石を競売にかけたんだと。そいつの名は光の虹目、つまり双子の宝石、世界の目の片割れだ。何百年もの間、金や権力のある連中の手を渡り歩いた挙句、歴史からスーッと消えちまった幻の宝石だ。さすがのブラックマーケットも一気に色めき立ったっていうぜ。だがあまりの法外な値段に結局買い手がつかず、物は再び闇の中に逆戻りしまったようだがな。なに、その売り手の居所はバッチリ掴んだろんだ。あとはお前がそいつのところへ行って煮るなり焼くなり、まあ好きなように料理しな。この情報を手に入れるためにこのエンツ様が散々骨を折ったことも忘れんなよ。どうせ宝石と一緒にこれの方もたんまり踏んだくってくるんだろ。追加報酬も期待してるぜ。てなわけで手がかりが消えちまわねうちにさっさと行ってきな。ヨーロッパの辺境のパラダイス、ビグリッドに。まもなく終点ビグリッドに到着いたします。当自治区への入域には当局発行の特別通行許可証が必要となります。お降りの際は特別通行許可証の携行をお忘れなきようお気をつけください。それでは皆様、良い旅を。これタイトルコールなんだ。それでここがそのパラダイスってわけ。はい、ということで、ビグリッドは駅ホームと警備 駅舎の警備にしてはあまり物々しい装備なかった。で、ね、冒険なんかなんか探索パートみたいなのがあるんですね。なんかないかな。あ、降りられる。あ、できる、できるんだね。ここはビグレという住む人間だ。信仰する宗教の教義なのだろうか、みんな本意のようなものをつける。ブルガトリオにいる限り彼に干渉することはできないが、こちらは無駄な干渉を受けずに行動することができるだろう。つまり見えないんですよね、あの相手から、相手側の人間から自分たちが。うん、おあまり物騒なことやっちゃいけないね。多分だけど電車の上には何もなさそうだね。わあ、こうなるんだ。通れる。あれ、閉まっちゃった。なんだろう、名前や。お？
壁に埋まった球体が怪しい光と表面を発している。あー、そういうことか。なんか練習場みたいな。よいしょっと、何かさ、穴が開いてる。マンドラゴの目、鉱石の保存処理された魔女の調合素材の一つ。単品では意味をなさない。何かと混ぜるってことだね。うん、特に意味はないね。そういうことか。じゃあ向こう側に行かなきゃダメなんだな。丸い何かだからなんだろう。一ヶ月の角。さあどうするかだよね。まずの手に入った。そういうことか。ようやく理解できた。あー、めんどくさ。弱い。よいしょっと。で、鍵を使うと。真実への旅。ジャーナリストの道を歩み始めてから24年、私は常に真実という光を目指し進んできた。真実を伝えることこそジャーナリズムの本文だと信じ、いかなる時も足を棒にして歩いて真実を自分の目に焼き付けてきた。そのジャーナリスト人生において、私はあまりにも大きな壁にぶつかり、己の道の厳しさに打ちひしがれていることを、まずここに告白しなければならない。これ全部読む？ A voyage towards the truth。 真実への旅路ってやつかな。まあ後で見ておきましょうか。まだまだバタフライ。なんだろう、探索パートというか冒険パートというか。ウィケットウィーブだ。
初期を。イモリのクレアキ。やっぱデビルメイクライシリーズだからか、やっぱりこういうのも多いよね。なんか書いてある。地と魔二つの力合わさりしとき、イカズチが何時の資格を試すだろう。水面を渡りたくば審判のイカズチを紙一重で避け、己の勇気を示す。これ挑発ができるんだね。これどうやんだろうな。何時のイカゲソチがって言ってるけど、一回説明読めないかな。そういうことか。わかった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 。そういうことね。理解できた。よしと。あ、逃げた。壊せるけど。思った通りだ。この町は天使どもがうじゃうじゃしてやがる。魔界の連中がそわそわしているわけだぜ。何の話かしら。この人間界にも魔界や天界に近い場所が存在する。例えば俺たちが住む吐き溜めはそのどちらにも近い町だ。だがこのビグリッドは飛び抜けた。天界に極めて近い、いやほとんど重なり合っていると言っていい。ここに住む人間特有の念によってな。ふん。ともかくここなら随分こいつが稼げそうだ。このヘイローは魔界でもいろいろ重宝する物でな。何か異様な時はこいつを集めてきたらいつものように取引してやるぜ。乗客としてな。相変わらずあんたもがめついわね。エンツォに気に入られているのも無理もないわ。それからこいつも分かってることとは思うが、俺はいつも通り俺が仕上げた武器の働きぶりを鑑賞させてもらいに来ただけだ。何があっても俺に泣きついたりなんてするんじゃないぜ。それじゃあ私も一言言わせてもらうわ。たとえあんたが作った銃でもノコノコ出てきて邪魔したら。そうね、どんなセリフがいいかしら。ああ、例えばこんなのはどう。ケツにぶち込むわよ。そうだ、そのノリで行きな。というように通貨のハイローっていう通貨を教えてくれますね。で、溜まって見て入ってみるとゲイツオブヘル。まあお店ですね。
費の取引か、それとも下げか、どっちでも都合つけてやるぜ。このマークは天使ロダンがおすすめするホットでグッドの商品の証。どれを買おうか迷ったのか、まずはこちらからお試しください。天使ロダン、びっくりマークつけるんだね。しかもこのニッコリマークよ。マヤパンです。武器はまだ入らないね。やっぱ高いね。アイラムス、グリーンハーブ、レッドホットショット、テクニックス、エアラッチ、ステレット、ザンコ、ブレイクダンス。まあこの辺はね、まあ後々ということで。さすがスタイリッシュ知女。はい、ということで、じゃあ進めていきましょうか。で、こっちか。お、なんか落ちてる。水晶の 魔女像、賢者像、まあ後で見てみるとしましょう。いや綺麗だね。しかし、お、イベントですね。こういう時に天使もやってくるんだね。393体大電車アップラウド。さあやっていきましょう。やばいな。こういう使い道があるのか。あー、うぜえなこれ。アデュー。結構これはめんどくさい。いやー、あー、いたたたた、これ結構ね地味に大変なんだ。あーざまー、もう避ける、避けることが。よいしょっと、よいしょ、よいしょ、ネクスト。でっかいの来た。わー、でっかいの来た、でっかいの来た、でっかいの来た。中級に3体の天使ビブラブド、ビラブドか、強そうだね。
パープルバタフライ。魔力が結晶化して蝶の形を成した宝石。記念者その場で魔力を回復する。ああ、結構嬉しい。こんなくらいもやばい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 、これはやばいね。なんかアイテムねえかな。やばいやばいやばい、これお渡し気になってる、お渡し気になってる、お渡し気になってる、やばいやばいやばい、お渡し気、お渡し気、危ない。行け、ゴモラ。いやー、お渡し気になってるよねー。まあ、ブロンズだよね、食らいすぎたもん。軍隊行進曲、回復できないかな。ミッチハートの賭けだ。回復したいな。これ以上食らったらやばいもんな。これアイテムはどうやって見るんだろう。あった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 。あ、そういうこと。体力回復できねえかな、どうにかして。これは完全渡し気だからな、やばいな。とりあえず一旦ここでね、前半パートを切りたいと思います。後半はね、ちょっと体力回復するスラを見つけてちょっとこの後頑張りたいと思いますので、ぜひよろしかったらご覧ください。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それでは後半までお会いしましょう。